何これ面白、車中泊というよりはもはや家ですね。日産から新たにデビューしました NV200 バネットというね、商業車ありましたけれども、こちらに追加された NV200 バネットマイルームですね。こちら見ていきたいと思います。はい、どうも車カーチューバーワンソクチューブです。以前にね、キャラバンマイルームというね、キャラバンをベースにした車中泊仕様お届けしましたけれども、あれ面白かったですよね。あれのバネットバージョンがデビューしたということで、キャラバンマイルーム良かったんですけれども、ちょっとお高いというふうに悩んでた方朗報ですね。こちらの NV200 バネットマイルームの方がかなりお安くなってます。100万円ぐらい安くなってます。で、今回見ていく車両なんですけれども、肉ですね、5人乗り仕様で464万3100円という車両本体価格になっています。まあ、それにね、オプションがいろいろついてはいるんですけれども、まあ吊るしの状態で460万円ぐらいから買えるよというバネットマイルームになっています。それではね、エクステリアから見ていきたいと思いますけれども、いや、この色がいいですね。こちらサンドベージュとホワイトの、ツートンカラーとなっていますが、こちらね、特装カラーとなっていて17万6000円、税込みでオプション価格となっていますが、この色がね、設定できるのもこのバネットマイルームの、特徴となっているので、これはね、選びたいところですよね。まあ、ちょっとフランス車味というかベルランゴミを感じる色合いでもありますけれども、このね、ツートンカラーになっているという感じですね。そして、ヘッドライトですけれども、こちらはハロゲンですね。ウインカーも豆球となっています。で、フォグランプがついていると。そして、こちらね、エクステリアで特徴になっているのがこのバンパーの部分ですね。ここが、まあ、無塗装の素地になっていると。まあ、こういうのタフな、ね、外装になっているというのもアウトドアに、ね、適しているんじゃないかと思います。そしてユニークなのがね、ここの鉄筋ホイールというか、まあ、これがね、ブラックに塗装されているものがついていると。これもね、なんか割り切った感じのおしゃれ感がありますよね。道具感というかね、そういうエクステリアになっています。でミラーもブラックアウトされているという感じですね。日産 NV200 バネットマイルームのボディサイズは全長4400、全幅1695、全高1850ということで、でっかそうに見えて実は 4.5 メーター以下なんですね。マツダ3と同じぐらいのサイズと思っていただければと思います。 ZR-V よりも短いサイズ、そして全幅は 1.7 メーター以下の、まあ、いわゆる5ナンバーサイズになってますけれども、昨今ね、巨大化する車の中にあっては 1.7 メーター以下の全幅って嬉しいですよね。それでいてこの室内の広さですからね。そしてサイドロアの方ね、寄っていきますが、まあ、先ほど言ったようにホイールはこの鉄筋がブラックがむき出しになっていると、4欠ですね。でウインカーがこういうところについていて、ミラーはめちゃくちゃでかいですけれども、耳たぶミラーになっているという感じです。そしてね、 B ピラーが2色に塗り分けられていて、スライドドアがあるという感じですね。でここにですね、マイルームというね、インTo the nature というふうに書いてありますけれども、これがね、バネットマイルームとかキャラバンマイルームの専用のね、ステッカーになってますけど、これで、ね、ディーラーオプションになってます。まあ、これがついているという感じですね。そしてリアの方回っていきますが、はい、リアビューはこんな感じということで、やっぱね、2色に塗り分けられていると、普通のね、なんかその商業車のバネットとまたちょっとね、印象が全然変わりますよね。おしゃれな感じする。でここにね、こういうね、ミラーがついてるっていうのもね、なんかちょっとバネットのね、名残という感じになりますが、面白いですね。でウインカーは、リアも豆球となっています。で反対側にもね、ステッカーがつくんですね。そしてね、助手席側のここにキャンプとかね、アウトドアで使った際に、あの外部からね、電力を供給するこういう穴がこういうところについています。これをつないだからといって車のエアコンが使えるというわけではなく、ポータブルのね、エアコンであるとか、まあ、ヒーターであるとか、そういったものの家電が使えるようになるということで、あとね、ファンは使えるということなんで、空調のね、換気とかはできるということです。続いて、ね、内装、運転席は、ね、さらっと見ていきましょう。運転席周りは通常のバネットとそれほど変わらないということですので、見ていきたいと思いますけど、何気にね、ワンソクチューブバネット見るのはね、初めてですけどね、まあ、この辺はカチカチで、この辺もカチカチとなっていると。まあ、商業車ベースですからね、インナードハンドルとかユニークな形してますね。でワンタッチオープンに対応しているのは運転席のみとなっています。でこの辺にはドリンクは置けないですけれども、物が置けるようになっていて、ドリンクホルダーはこういうところについているという感じですね。でシートはファブリックシートになっています。ヘッドレスト一体型ですね。で運転席はですね、4駆にして寒冷仕様をつけると運転席のシートヒーターはつくんですけれども、 FF ではね、運転席助手席両方ともシートヒーターの設定はないとなっていますので、ご注意ください。まあ、4駆にしてもね、寒冷仕様をつけても運転席のみのシートヒーターになります。でドアを閉めると、はい、こんな感じですね。でメーターとかも何気に古い気象メーターになってるんですね。運転支援とかも一部ねついていますんで、まあ、商業車ベースとはいえですね、
誤発信抑制機能であるとかね、そういったものはついてますのでね、ご安心いただければと思います。でナビとかはね、今これ入ってないですけれども、まあ、ナビとかもつけることができると。でマニュアルエアコンになっている、まあ、この辺はね、なんかいかにも商業車感はありますけどね、まあ、だがそれがいいという方もいらっしゃるでしょう。でハザードランプはまあ押しやすい位置にあるという感じですね。でこの辺はまあ物置とか、あとアクセサリーソケットとかで、この辺も物置ですかね。でちょっと開けられる、おこういう感じになるんだ、へえ面白。商業車の、ね、レビューとかもたまにやってみたいですよね。そしてサイドブレーキになってますね。で助手席の方とかも、まあ、通常のバネット通りになっていて、まあ、この辺はエアバッグになっていて、エアコンの吹き出し口があって、ドリンクホルダーがあって、ここにねひょいと大きなものをね放り込んでおけるようなトレイがあると。で、ステアリングは、まあ、どのグレードでもウレタンになっていると。でステアリングホイール自体はね、あのセレナとかと同じようなデザインになってますよね。でここにドリンクホルダーがあるという感じですね。でオーバーヘッドですが、まあ、ミラーは至って普通という感じになっていて、でサンバイザーですが、ここに、まあミラーとかもないんだ、まあ、この辺は結構割り切りを感じる部分かなと思います。続いてね2列目というか後席見ていきましょう。スライドドアになっていますが、パワースライドドアの設定はありません。で開けるとこんな感じ、いや面白い。このねシートが面白いんですよね。前回キャラバンマイルームでも私は驚愕しましたけれども、2 in 1シートというやつです。後でやってみましょう。まずはねちょっと乗り込んでみましょうかね。でここにグリップがあって、これねカーテンはメーカーオプションでついている形になってます。通常はついてないですが、これねつけた方がいいかもしれないですね。じゃちょっと乗り込んでいきましょう。よっこら小一と。で今シートなんですが、一番後ろではないんですが、これドライブモードといって、あの運転する際にですね、ここにあのテーブルが格納されてます。なのでテーブルをどければ本来的にはもうちょっと後ろにスライドするんですが、まあ、走行するときにねあの動くと危ないんで、この2列目シートの後ろにテーブルを格納するのが定位置ということなんで、まあ、これ以上はまあ下がらないかなというところですね、はい。まあ、これがマックスという感じですかね、今テーブルがある状態だとね。ちょっとドアも閉めてみましょう。はい、おお、ここが木目張りになってます。これで標準状態ですからね、面白いですね。で運転席173の私のドラポジに合わせた状態で、後席膝前は 1,2,3 個分ぐらいあるの、あ結構広いですね。ただまあつま先の足入れ性も良いですが、ここまでしか行かないですね。まあでもセミキャブなんで、キャラバンとかよりはですね、走りの質感とかはあの良くなってると思います。でさらにこちらのバネットマイルームではですね、通常のバネットはまあ本当貨物車となっていて足回りも硬いんですが、専用にサスペンションをね人が乗るように、柔らかくアレンジしてあるということです。その辺の乗り心地もね、通常のバネットより良くなっているのでご安心ください。で、このね足元ですけれども、はい、こう板張りになってます。この辺もなんか本当に部屋というマイルームというね名前の通り、あの居心地の良いこうね、板張りになっているっていうのがねマイルーム、バネットマイルームのね特徴ですね。でここにドリンクホルダー2つあります。でこのね2 in 1シートですが、これ結構ねあの固めのソファーという感じで、個人的にはめちゃくちゃこの座り心地は好きですね。あの私自宅で使ってるソファーも固めにしてあるんですが、それに近いあのね座り心地になっています。でこういうところはね、合成比較と、ファブリックになっていて、でヘッドレストもついているという感じですね。シートバッグの高さ自体はですね、まあ、私の肩よりちょっとあの足りないぐらいなんですけれども、これには秘密があります。でカーテンがこのようについていて、ルームランプとかなんですが、この天井とかもこういう板張りになってるんですよ。で間接照明も入っていると、おしゃれおしゃれですね。でこの、ダウンライトのような、ルームランプになっているという感じですね。じゃシートアレンジの前にねラゲッジ見ていきましょう。はい、続いてラゲッジ見ていきましょう。でテールゲート開けるとこんな感じですね。おー、板張りが温かみありますね。キャラバンマイルームの時にも思いましたけど、この板張りのセンスがね非常にいいですよね。本当居心地の良い部屋という感じですね。もう単なる車中泊というよりは自宅の部屋みたいな、こういうね居心地の良さがあります。これ標準でこの状態ですからね、これすごいですよね。これメーカーがこれを作るっていうのもねかなり気合入ってるなと思いますけれども、まあ、こちらの NV200 のバネットであればですね460万円ちょっとから用意されているということなんでね、気になってる方もいるんじゃないかと思います。ここにこういうね、収納があって、これを開けるとここに物が入れられるようになっていると。ここもの中までねちゃんと板張りになってるんですね。いちいちおしゃれですよね。でここに
ファンのオンオフスイッチがありますね。カチカチとで入ろうというのが切り替えられます。まあ、これさっき言ってたようなね、換気できるようなファンがあるという感じですね。そして反対側にもここは間接照明のオンオフスイッチですね。あ、これやると消えるという感じですね。でここにも収納があるという感じで、はい、開けると、はい、こんな感じですね。ものが入れられると。でここにリモコンありますけれども、このリモコンはですね、この天井のダウンライト、これのなんか調光のリモコンだそうです。今100になってますが、これを例えば80とかにするとだんだん暗くなっていくという感じですね。で一番暗いのが 10% になってますが、 10% だとこういう感じと、まあ、かなりムーディーな、ね空間になるという、こういう、ね照明のリモコンがここに格納されています。これねマジックテープでこうくっついてる感じですね。でこの押すとこう出っ張りがなくなるという感じです。そしてここにアクセサリーソケットと、この給電用の、ジャックがここにあるという感じですね。でこのね収納の中にここにコンセントが用意されているということで、まあ、生活感のあるねこういうコンセントはこういうね収納の中に隠すと。でこれを閉めてもここにスリットが開いているので、まあ、ケーブル類はここから出すことができると。見栄えにもこだわった作りになっているそうです。で日産さんといえばね、あのリーフというね EV のバッテリーをリユースしたこのねポータブル電源が ありますけれども、これね前回キャラバンマイルームの時にも使いましたが、これもバネットマイルームでも使えるということで、これはまあもちろんディーラーオプションになりますけれども、今こちらのね二欠のジャックにつないでますけど、これでこのポータブル電源から車の方に今電力を供給していると。そして先ほどのコンセントからもですね家電とかも使うこともできると、そういったね使い方もできるんで、まあ合わせてねこのポタ電買っておくと良いんじゃないかなと思います。じゃあ続いてねこの 2-in-1 シートがすごいポイントなんですけど、これねシートアレンジが面白いんですよ。じゃあちょっとお願いします。はい、これがバクンと上がりまして、でこのヘッドレスト外しのこのシートがですね、なんと、はい、シートバックが逆に、座面になるというのがこのね 2-in-1 シートの面白いところなんですよね。だからまあ新幹線とかね電車のシートでよくある回転シートみたいな感じでですね、こちらも後ろ向きにこのように座ることができるシートになっています。これユニークですよね。他の車にもぜひ欲しいと。で余ったねヘッドレストはここのさっきの収納のところに片側にねこのように2つ入ることができると、邪魔にならない設計になっています。気が利いてますね。では続いてねここにあったテーブルをちょっと出していただいてもよろしいでしょうか。お願いします。ここね今ベルトで止まってますが、このベルトトリーのこういうね、テーブルにもなるベッドにもなるこういうねボードがここに格納されているということで、はい、で出てきました。そしてテーブルはあそこの穴からこうスポッと収まるようになってるんですね。あなるほど。そうすると、まあ、ここのさっきのね、2-in-1 シートで後ろに向けた、シートのこうテーブルとしてちょうどいい高さに来ると。いやこりゃいいですね。でテーブルはね動かないようにここの下のところでロックができるということです。じゃあねせっかくなんでちょっとお邪魔してみたいと思います。はい、お邪魔しますということで乗り込んで行きましたが、おー居心地がいいですね。ちょっと小物も用意していただいてですね、まあ、こういうコーヒーカップとかこのねポットですね、電気ポットありますけど、まあ、これもね、さっきのねここのコンセント、このようにねケーブルがここね出ていますが、ここのコンセントに挿して、お湯を沸かすこともできると。そして、このようにですね、はい、今、壁が見えてますけど、これね合成でねここ湖畔とかにしておきたいと思いますけれども、こういうところでねくつろぐと、これもう最高のマイルームですよね。移動できるこう最高の景色のあるこのカフェみたいに使うことができると、これがねバネットマイルームのいいところじゃないかなと思います。そしてシートなんですが、先ほどはね、こちら側が、まあ座面になっていて、こっちがシートバックになっていましたが、これがね裏側になってます。でここはあのよりね、通常の、運転モードの時のシートよりも柔らかいソファーのような感じになっています。でこちら側は、ヘッドレストはない、もう本当に、まあ、家のソファーのように使うシートになってますけれども、居心地良いですね。そしてねラゲッジ側に回ってきましたが、さっきのねポタ電ですね、こちらがちょうどその今ね、置いたこのテーブルというかシートというか板のちょうど高さに収まるように設計されていると、まあ、これもね日産で全て作っているからこそできるね、設計のサイズの絶妙さですよね。続いてちょっとこれ別の
寝るモードっていうんですかね、ベッドモードみたいにしてもらってもいいですかね。お願いします。はい、まずテーブルを外しので、この2 in 1シートがこっち側にまで来るんですね。で、シート少し前にずらせばこれが完全に水平になると。いや、このシートめちゃくちゃアイデアもんですよね。本当にキャラバンだけじゃもったいないと思ってたのがバネットにも展開されて本当に良かったなと思いますけれども、こうするとなんとこちらの板面と完全なスライチとなっています。いやー、これがメーカー公式から出るっていうのがすごいですよね。それではね、車中泊を想定してちょっとね乗り込んでみたいと思います。じゃあちょっとここで靴を脱いで、はい、お邪魔します。おー、いい感じのこう音もデッド具合がありますね。で、こちら締めのこういうところに木目がね見えてるのもいいですよね。そしてこのねメーカーオプション9万9000円のメーカーオプションのカーテンですけど、こういうところもねこうちゃんとこうボタンで止められるようになっていてですね、ぴったり収まって隙間で光とかがね漏れないようになってる設計になってるんですね。だからまあこのようにね、全部360度こうですよ。はい、このように、しっかり遮光されると、でプライバシーも保たれるという、メーカーオプションのカーテンをつけるとこんなに居心地が良い空間になるんですね。本当に隙間が全然ないですね。いや、すごで、結構ね適度な広さ、狭さ感というんですかね、キャラバンだとかなりね室内長が長かったんですが、こちらは最大この荷室長がですね 1.8メーターちょっととなっています。184だったかな。で、室内幅がですね 1.2 メーターということなんですが、いやこれね巣ごもりするにはかなりいい感じのスペースですね。でさっきのテーブルもここに設置すればですね、車中泊をする際の、まあ、ちょっとね物を置いたりするテーブルにもいいですし、ちょっとねじゃあ足伸ばして寝てみましょうかね。あ、余裕で寝れますね。さすが室内長180以上あるんで、私173なんで身長が余裕で寝れてますね。頭も当たらないぐらいのサイズになってます。だから大人2人が、まあ、足を伸ばして寝ることもできますし、今ね座ってますが室内光もしっかり確保されてますんで、今座っても頭がねこうつかないようなサイズになってる。いや、これ重要ですよ。でこのダウンライトもねいい感じだし、間接照明もいい感じだし、完全にこのぴったり隙間なく隔絶された空間になってて、結構ねカーテンの布がいい感じのね、音の、吸音をしてくれてデッドな感じになってる。これもいいですね。まあ、シートアレンジはね本当にお好みでって感じなんで、片側だけねこういうソファーのような椅子のような感じにして、片側はフラットにしてというようにすれば、これ個人のねオフィスというかなんか巣ごもりでなんかね、一人用で使うんでもめっちゃ贅沢な空間ですよね。で後ろの窓だけね開ければ湖畔だったらもう最高ですよね。はい、こんな感じでめちゃ広ですね。なんか寝技の練習できるぐらいね広いですね。ちなみにこちら隣にあったのがですね、キャラバンマイルームですね。以前にも撮りましたけれども、こっちもやっぱこっちの方が奥行きがありますね。でここが木目のね、木のブラインドになってますけど、これはこれでいいですね。まあ、ただ価格差がね100万円ぐらいあるんで、どっちが良いかというところですが、まあ、こっちが6畳だとしたら、バネットの方が、まあ、4畳半ぐらいのスペースと思っていただければと思いますけど、まあこれはこれでいいけど、ね、価格が安くて1人用とかで、使うんであれば、バネットの広さっていうのがちょうどいいかもしれないですね。皆さんどちらがお好みでしょうか。はい、といった感じで日産 NV200 バネットマイルーム見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。いや、キャラバンマイルームもね良かったけれども、まあ、ちょっと価格がなっていうのとか、一人で使うにはちょっと広すぎるなという方にはねちょうどいいサイズになっているんじゃないでしょうか。で10月1日の、ね、発表以降もうすでにお店で、発注ができると。正式な発売は12月以降になるそうですが、すでにね商談はできるそうなんで、気になっている方はねお近くの日産のお店足を運んで商談されてみてはいかがでしょうか。車でも何でもね欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。